クモさんちょ買い物してきまして、こちら、3D サーキュレーター,、えー、しかも充電式、コードレスです。コードレスなんで、あのー、なんだ、えー、充電したらどこでも行けると、リモコンもついてると、まあ、ちょっとね、洒落た感じでいいんじゃないかなと。 久保さん、もう秋だしね <laughs> これね1万円ぐらいだったのがあの5900円ぐらいでした、はい、まあね扇風機も安売りにされてましたよ <laughs> 買いだと <laughs> まあこれね今回ね逆を行けとうん逆を行けとなんかね服もね秋服が出て夏服大処分みたいなのやってましたね 毎回、ま、毎年来るのにね。<laughs> 毎年来るけども、あれなんですね。うん。で、あのー、なんだろうな。僕の商品はどんどん値上げすされてるんですよ。<laughs> こういう商品はね、値下げされてるんですけど、あのー、僕の本とかもね、アマゾンでね、出版して5年以上経つのにね、あのー、定価割れして、定価より上がってるっていうね。 不思議な現象ですね。何なんですかね <laughs>。だからやっぱね、情報ビジネスってやっぱすごいですね。うん。なんかこの、なんか扇風機を見て、なんか、何なんだろうっていうね <laughs>。まあ、一般と逆を言ってるな、僕みたいなね。うん。だまあ一般的にね、まあ、ネットビジネスでネットビジネスもそうだと思うんですけど、なんだ あのー、すごいアクセスを集めていくっていうのが、まあ一般的じゃないですか。別にそれは悪いことじゃないし、いいことだと思うんですけど、まあ、久保さんと僕なんかは、まあ再生数をあんま求めてないっていうね <laughs>。まあ求め、もうほんと最近ね、あんま本当に再生数は、なんだろうな。あの、まあもちろん狙,狙うやつももちろんあるんだけども、 まあ、この億万長者合宿ってあんま狙ってないですよね、久保さんね。まあ、そもそも久保さんに送ってるんであれですけど。<laughs> だこの前もね、ワンツー動画撮ってる人が、まあ、6000万の借金あるけど、1万入金するっていうね、不思議な現象ですけど。<laughs> うん。まあ、まあ、逆を行くと、逆の道があって、逆の答えがあるっていうことですね。まあ、神田正則さんが、非常識な成功法則っていうね、本を20年前ぐらいに出しましたけど、まあ、非常識な、 あこと、まあ、一般的に常識と言われているところに非常識な答えはないんじゃないかなと。まあ、それはそうですよね。常識の先には非常、あ、常識の先には非常識な答えはないとかにしときましょうか。常識の先に非常識な答えはないと。うん。非常識の先に非常識な答えがあるっていうね。 だから一般的な考え方だったりとか一般的な常識の中で生きていたら多分、うん、その答えっていうのは常識から算出された常識的な答えだと思うんですねで多分久保さんと僕がやってるようなあやり方っていうのは多分常識ではないと思うんですよ、うん、多分非常識なやり方だと思うんですけど、まあ、その非常識なやり方で久保さんは、まあ、2億ですか 一軒家も買いましたしね。うん。そう。何なんですかね。まあ明日公開しますから。常識的な。再生数爆上げっていう。<laughs> いやー、久保さんもね、6、7年やってますけどね。ね、YouTube、解説してから10年ぐらいですかまあ、一本たりともね、あの、500万回回した動画はないと思うんですけど。 まあ、久保哲郎チャンネルではねトレンド動画とかは分かんないですけどねなんか前ねなんかやってますみたいに言ってましたけど別チャンネルで、はあ、まあ常識に生きるのか非常識に生きるのかあなた次第ですいってらっしゃい